皆さんこんにちは、 BJ ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは自宅でできる練習法ということでですね、ご紹介させていただきます。今回やっていく練習はゴルフのスイングの上達を妨げる動きとはということでですね、ちょっとレッスンをさせていただきます。このゴルフのスイングをきれいに作る上で大切になってくる動きっていうのは腰の動きが大切にはなってきます。もちろんですね、バックスイングを上げて手で振ってしまえばボールは飛ばないですし、方向性も安定してきません。トップのポジションから体のラインをしっかりと回していく、腰を回転させていくことでこの円運動でボールを打っていくのがゴルフのスイングです。この中で大切になってくるのは腰の正しい動かし方、そしてこういう風になってしまうっていう NG の動作ですね、なっていないかどうか一度チェックをしていただきたく、この動画を上げさせていただいております。それではですね、始めていきたいと思います。まず正しい腰の動きについて説明をしていきます。正しい腰の動きというのはですね、よくですね、腰を回転するっていうイメージあると思うんですけども、どちらかというとですね、腰はこの骨盤の角度がですね、こう斜めにこういうふうになって、上体がこう前傾角30度に作られるんですけども、このベルトのラインがバックスイングの時も傾きが変わらず、そしてダウンスイングからフォローにかけてもこの骨盤のこのベルトのラインですね、ベルトのラインが変わらないようにスイングしていくことを意識していく、これが大切になってきます。はい、このようにですね、斜めになっている角度をずっとキープすることで、その上についている状態というのは角度が変わらない前傾角キープというスイングができてきます。はい、これがですね、正しい腰の動きなんですけども、続いてですね、正面から見た時によくある NG スイング、ゴルフの上達を妨げてしまう動きについてちょっと解説をしていきます。まずですね、正しい動き見てください。まずバックスイングですね、こういう形です。で少し右斜め上にこう腰、右の腰を回していく、引いていくような感覚で上げていきます。そのままダウンスイングは左サイドを斜め上に回していくような意識で回転していく。こうなってくるとですね、見ていただくと分かるように、この両サイドの右の腰というのはこう棒をつっかえたラインに対して、地面からこうまっすぐ刺したラインに対して少しですね、ここにぶつかる形が正しくなってきます。こういう状態が正しいスイング、そしてダウンスイングも同様です。ここからここにぶつかってくる形、これが正しい動きになります。よくある悪い例ということですね、ちょっと上げさせていただくんですけども、こういうふうにラインがあって、ここの空間ですね、この隙間がバックスイングを上げれば上げるだけ広がってきてしまう、こういう形はですね、かなりスイングがしにくくなりますので、こうなってしまう人結構多いんですけども、体を回そうとすることでお尻が引けてしまったりとか、こういう形になってしまうとダウンスイングの下半身先行というのが作れなく、スピードが上がってきません。このあたりですね、しっかりとチェックをしてみてください。この動きになっていないかどうかというのをですね、一度今から練習方法を交えながらチェックしていきましょう。それではですね、一度足を閉じてクラブを持ってください。まあ、8番アイアンぐらいで結構です。この時に自分の体の周りをこの円を描くように、ヘッドが円を描くように軽く体を回しながら、軽く体を回しながら振っていきます。この往復素振りを一度やってみてください。はい、このような形です。これはもちろん今中心軸動いていないんですけども、この時にこの振りが振りにくい方、また振ってる最中にバランスが崩れてしまう人の特徴といたしまして、こういうふうにですね、体が入れ替わってしまう、また頭の位置も動いてしまう。この頭の位置をキープしようとしても、お尻の位置がバックスイングの時に左側に出て、ダウンスイングの時にこっちに出てしまう。こういう形で振る人結構多いんですけども、こうならないように気をつけてください。実際にですね、鏡を目の前にしてこの素振りですね、クラブ持っていなくても結構です。体の動きやってみてください。スムーズにですね、こう振れることができれば問題ありません。
実際にスイング中にこうふらついてしまう、腰が引けてしまうような感覚がある方はこのポジション意識しながら直してみてください。どうしてもですね、こう引けている方は意識的に直そうとするとちょっと若干ですね、こっちにスウェイしているような感覚、腰がスウェイしているような感覚があると思いますが、それで大丈夫です。腰が右にスウェイするということはですね、中心軸っていうのはですね、ここにキープしやすくなります。こういう形になりますので、逆に頭の位置が残りやすくなります。頭が大きく動いてしまう人ほど下半身の動きは頭と逆に動いているケースが多いので、一度チェックをしてみてください。はい、続いてですね、足閉じた素振り、往復素振りができましたら、続いてはですね、スタンスを開いた状態で同じ動きやってみましょう。右左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 、このようにですね、腰の位置をちょっと着目しながら、今の動画ですね、見ていただきたいなと思うんですけども、このようにですね、行うことで体重移動もスムーズに行われて、ヘッドスピードも上がってきますし、方向性も安定してきます。はい、ということでですね、この動き、一度足を閉じた状態で腰の動きどうなっているのか鏡でチェックするということを一度やってみてください。その時にチェックするのは、もともとあるこの腰のポジションから広がっていかないか、広がっていかないか、そして頭の位置が動いていないかどうかというのをチェックしてみてください。これができましたら、通常のスイングしやすくなってきますので、ぜひ自分のスイングに取り入れてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。